こんばんは、めいやです。ですね、今回はですね、これ、もうどうでもいい開封動画なんですけど、こういったものがですね、ちょっと届いてまして、これですね、何かなって思ったんですけど、差し出しがですね、ツイキャスってことになってるんですよね。このツイキャスっていうのはですね、知ってる人は知ってると思うんですけど、インターネットの生配信なんかをやるやつなんですけど、それの、そのツイキャスさんからですね、なんかが届いたということなんですよ。このツイキャスってですね、自分が今 YouTube やってるんですけど、この YouTube をやる前にですね、自分がこのツイキャスの方で生配信なんかをたまにやってたんでですね、結構ツイキャスって、馴染みのあるやつなんですけど。さあ、何が入ってるのかな？おそらくですね、中に入ってるのはですね、来年のカレンダーだと思います。ちょっと前にですね、ハロウィンの企画かなんかで、なんかカレンダーの応募があっててですね、それに応募してたんですよ。それでおそらくそのカレンダーが入ってるんじゃないかなと思いますね。出てきました。そうですね。この度は、ハピハロ2021カレンダープレゼントキャンペーンにご参加いただきありがとうございます。厳正なる抽選の結果、ご当選されましたので商品をお送りいたしますって。確かこれ3万人当たるっていうことだったんでですね。結構当たるんじゃないかなとは思ってたんですけど。こういうのって結構応募してたんですけど、初めて当たりましたね。もしよろしければ届いた様子をツイキャス、ハピハロ、ツイハロ2020とハッシュタグをつけてツイッターやインスタグラム等の SNS で投稿したり、ツイキャスのコミ投稿をしていただけると嬉しいです。今後ともどうぞツイキャスをよろしくお願いいたしますって書いてありますね。この中にちょっと YouTube っていうのはないんですけど、自分はちょっとこれを YouTube で上げようかなって思ってます。そして物はこれですね。これです。どうでしょう。結構、あれですよ。ただでもらえたって言ったら失礼ですけど、こういう、なんか、ものってですね、大体、なんか、もっと安っぽいのが出てくるのかなと思ったけど、これ結構いい感じですよ。なんか、いい感じっていうか、なんか、しっかりしてそうですよ。お店で売ってたら、場合によっては500円するんじゃないかっていうような。しかもこれ1ヶ月ごとになってるみたいですね。大体こういうのって2ヶ月が一まとめになってそうなんですけど。これは1ヶ月ごとに、こうやって、ありますね。なるほど。なんかこれってですね、このキャラクターのなんか、モイってキャラクターのなんか、なんだろうあれ、ヒヨコみたいのがいるから、なんかそれを結構前面に押し出してくるのかと思ったんですけど、そうでもないっていう。なんかパッと見、ツイキャスのやつかどうかっていうのが分かりにくいようなデザインになってる感じですね。下にツイキャスって書いてありますけど。これ結構いいんじゃないかな。来年使おうかなって思いますね。とりあえず、もうこの、2020年12月、来月から使えるみたいなんでですね。来月じゃないな。多分この動画が上がったら今月だな。今月から使えるみたいなんでですね。この12月。で、これをですね。こんな感じですかね。ちょっとここに置けるかな。置けないな。これ、こんな感じで。来年1年このツイキャスのカレンダー使わせてもらおうかなと思っております。というわけでですね。今回はこのツイキャスの2021年のカレンダーが届きましたという、そういった開封動画だったです。それではまた。